高く GoPro 探し。シュノーケリングしてる人見たことないんかな。しかもこんな声でシュノーケル大事だ。せーの、チュキチュキの、なにわ男子です。よろしくお願いいたします。お願いします。まもなくやってくる夏の企画をやってみたいと思います。はい、題して、夏のお先より僕たちの最高の夏休み。これまでのですね、人生で過ごした最高の夏休みでもいいですし、こんな最高の夏休みを過ごしてみたいといった理想系でも構いません。理想、はい、自分で描いた絵とともに一人ずつ順に発表していただこうと思います。そして、見ている方が早く夏来へんかなって思ってもらえるような素敵なですね、夏先取り動画にしていきたいと思います。めっちゃ平和な、争いもない。半年に1回来るほのぼの会です。なんか、ね、急にねびっちょびちょになるとかそんなんないよ。家族大喜利みたいにハラハラすることないから、今回も発表して、あ、いい夏休みだねっていう企画でございます。さあ、それではまずお絵かきタイムでございます。はい、まあ、1枚でもいいですし、あ、まあ、2枚3枚と、複数枚描いていただいても構いません。はい、見ている方がですね、最高の夏休みが伝わるような最高の絵を描いていきましょう。レストランあったらな、メイクドッキリのテンションで喋るんだよ。普通に喋るやん。チョークも結構時間かかってるの珍しいですよね。なんだお前、なんだ今週からそういう立ち回りするよ。立ち回りする、ここでちょっとね、時間が空いた時とかね、ほんまにメンバーで絵描くってなった時、一番目にワードのチョークあるんですけど、今回ですね、めちゃくちゃ遅いんですよ。だから結構手の込んだことしてるんで、皆さんゴーこきたい。ゴーしやんない。ゴー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 こきたいって思った。さあ、それでは大橋さんから参りましょうか。じゃあまずテーマ教えてもらっていいですか。いきます。みんなとしたいな夏休み。お、はい、いいですね。じゃあしたいことですね。せーの、じゃんじゃじゃーん。おお、これはなんだ、これはなんだ。一人、え、ジェットコースター滝登りしてる一人。滝登りえぐいカーブ。バーベキューしてんのはだいたい予想つかない。バーベキューやな。空飛んでない、空飛んでない、一人空飛んでない。ハサミでかない、トングでかない。トング、いや、これぐらいかな。人間サイズのトング。ここに UFO キャッチャーついてる。 UFO キャッチャーついてる、すごい。ほんでさ、右ナスビ全部七輪の下に書いてんねん。七輪の下にさ、具材があるみたいな。お前な、バーベキューとかしたいなって、はい、そのバーベキューするとことか、まあ川とか、うん、で、こう滝に滑ってる子一人おったりとか。あ、滝に滑ってんの。そうそう、滝滑り、滝滑り、滝滑り、上から斜めの滝。何それ、川下りみたいな感じ。あ、それ、そう、そんな感じ。滝下りも滝下りも酒と一緒やん。一緒やな。まあこういうバーベキューとかしてんねんけど、バーベキューもいいねんけど、みんなでちょっとそうめんとかもしてみたいなというのもあるし、これみんなで遊びに行きたいなと思います。あ、なるほど、ね。休みを使って一日ね。そうそうそう。誰が誰かっていうのはあったりするんですか。これはもう僕です。みんなの焼いてくれ、焼いてる。ありがとうございます。そう。で、これジョー君。おお、ジョー君。滝下りしそうやん。しそうやん。で、これ大ちゃん。あ、これそれない。ね、コンタクトしてない大ちゃん。あ、これ虫みたくしてね。虫から逃げてんの。いや、この子は可愛いから描いてみた。何それ。で、これミッチ、ジョー君見てるミッチ。あ、ミッチ。で、ディーチェ、ディーチェ可愛いから。泣いてるよ。泣いてる。ちょっと油飛んできたよ。あ、ちょっと熱みたいな。熱みたいな。
で、ケント、ケント、ケント、あ、ケントしたもんね。ケントはご飯持ってる。もうお肉入ってご飯だよ、それ。そうそうそう、なんか、おもりとかじゃないやつ。違う違う違う、持ってるわけじゃない。お肉入ってたりして、飛んでんのか。飛んでんのが、恭平。なんで飛んでる。大橋以外全員目開いてへんよな。ほんまや、俺に関しては口ないで。焼きホールみたいなってほんまや。でもみんなどう遊びに来たらバーベキューしたいね。バーベキューしたいね。いいね、いいね、夏やな。最高のプラン。ありがとうございます。よろしくお願いします。今年僕たちなにわ男子にとってまあすごく大きなイベントがありますね。アルバム発売もそうですし、ツアーもそうですけど、もう一つございます。皆さん何ですか？せーの、24時間テレビ。そうですね、24時間テレビのメインパーソナリティ務めさせていただきますけども、その24時間っていうところに着目したものです。なるほどなるほど、いいやん。はい、テーマは24時間です。こちら、ドドン、24時間密着 YouTube っていうのを揃うと思います。面白そうやな。うまっ。この24時間、密着 YouTube 何かと言いますと、オフの日ですね、オフの日ね、を使って自分がやりたいことをやるっていうところを YouTube で撮ってもらう。僕の場合、あ、第5バージョンね。僕の場合はですね、朝もう起きたらもうすぐ新幹線になります。どっかに向かってます。どこまで、どこに行ったかと言いますと、昼着きました。この僕が行きたかったのは岡崎市ですね。僕は東海オンエアさんの聖地巡礼がしたいということで、まあ岡崎城であったり小平餅であったりっていうのを想像してますね。で、まあいろいろ巡って巡って、晩は岡崎市で有名なラーメンを食べて終わるっていう、僕が一番やりたいなってやつっていうのをYouTube で見てもらうっていうので、これお仕事、経費、経費や、経費やる。そうそうそう、大ちゃん外出んの珍しいない。俺家やと思ってたもん。家で24時間 YouTube かな思ったら結構アクティブやったから。いや、もうほぼほぼカットやん、それ家やったら。そやな、俺もダラダラしてるとこ誰が見たいねん。ずっとこんなんやん、ソファで。あの犬と喋ってるやつは、犬と喋ってるやつ、犬と喋ってるやつ、アイランティビな、アイランティビな、今日ネクタイつってる。あー、やったらアイランティビな。あの、歯ブラシ持ってこうやるやつ。いやいやいや、言うな言うな、無理だよ。 YouTube を連れていく、ちょっとこすいですよ、それは。そこすい、さすがに。うせぇ、なんかそこは忘れてほしかった。あー、僕が考えてるのはこちら、生配信やってるやん。ちょっと待って、 YouTube やん。ちょっと待って、なんかさっき YouTube の指定しましたよね。なんか変わらないやん、全生配信。ここやん、全生って。はい、もう全部です。もうカットとかしないです。もうだからもう配信ずっとしてる。あ、生配信、移動中も。以前僕らやりましたよね、YouTube バス借りて。もう全くそれをやりますもん。あー、で何をするんですか。はい、まずこっから。あ、まず一つ目、こちら、山中湖 GoPro 探し。やったー。はい、覚えてますか皆さん。違うよ、多分。そうや、あれ、もう溶けてるで多分。ご褒美ロケで行った山中湖で、GoPro 一つ落としちゃったんですよね。そうそう。で、それのデータに流星のジェットコースターとかが入ってた。全部流星のリアクションが入ってたのに、気づいたらあの山中湖に沈んでる。それで終わるやん、もう。いやいや、見つけ出します。見つけ出すんやん。シノーケルで。落としたやつに乗ってた二人ちゃう、これ。これは、大橋、高橋。なんでやねん。僕ら先に池抜くんで。いやいや、見つけないやつ抜く。これはちょっとね、僕らもやり残してるので、この夏にやりたい。違う、どこまでしたリアクションしたもしてないのよ、それ。いや、もう YouTube さんも多分すっごいあの GoPro 探してんのよ、未だに。未だにしてないやろ。そうそうそう、もうええやと思ったんで。これでデータ復帰したら流星のあのもうジェットコースターのリアクションとかが見れんねんで。確かに。で、それで見つかった程度ね、で、そっからまたバス乗ります。バス移動中はこちら、生電話家族応援出たまあもちろん生電話で、はい、家族の方にはもちろんちょっとね声を変えていただいて電話します。プルルルッつって、はい、リュウチェママでーすみたいな。ズッキーニーって言って。いや、ズッキーニー気に入ってるやん。気に入ってますやん、ズッキーニー。多分生電話ないよ、もう。生電話それやのも配信されてます。いや、俺らでお題言うプラス何ファムにコメント欄でお題言ってもらって、で、リュウチェママ何々何々何々はみたいな感じで。で、3つ目は皆さん
夏といえば、うん、花火大会。あーいいね。さあこちら、天神橋筋商店街で。え、天神まで移動するの？ってことはさ、天神祭りやんな。そうです。ってことは俺誕生日やねん、天神祭りの日。おお、いいよ。ほら、お、じゃあ俺のバースデー生配信でもあるということだな。そうですよ、一人だけポジティブ言いました。お前、え、ちょっと待って。で、商店街、花火みたいな、たこ焼き食べたり、定食行ったらコロッケ食べたり。うわ、いいな。で、そして、河川敷の方行ったら花火を見るわけですよ。いいですね。そして最後、最後やっぱり大阪来たらこちら、関西ジャニーズ大集合。あー、いいや、全員でご飯。どこ全員でご飯、どこの店行くの？そんな言うことある？え、これもだからもう外です。外に今まで見たことのない長テーブル、王族のテーブルやん、うん、すごいやろこれ。関ジャニエイトさんから。そうです、万博公園で配信したじゃないですか、はい、あんな感じ。うわっ、いいやん。そう、それでみんなで盛り上がるっていう最高の旅です。ほんまに山なとこにかかってんねんな。あ、そうですよ。ゴープロめっちゃ待たせるかもしれない。待たせるかどうか。そうです。だからそのほんまに2人次第2人で探すんや。そう、俺らは頑張れっていう担当。あ、応援担当。酸素ボンベとかないから、死のう気にしてるんだ。だから抜くって。いや、だから抜かれへんって。なるほど、いいやん。はい。いや、よくないか別に。いや、言うたものやりたいなっていう。山中湖なければ結構いい。いや、いいかもしれない。山中湖なければ最高。山配信ね。僕はもうリアルにしたいことというか、おう、テーマは憧れの地。憧れの地、いいじゃないですか。はい、それは、はい、3泊4日沖縄旅行。あ、めっちゃいいよ。いいね、沖縄。まず1日目、はい、スキューバーダイビングをします。ちょっと待って、シュノーケルって言ってる。やっぱりシュノーケリングしてる人見たことないんかな。なかなかシュノーケリングでこんな下までさ、直立で下げてる。しかもこんな本来シュノーケル大事な。2日目、見にくいんですけど、国際通りで、うん、食べ歩きをして。ああ、いいよ、はい、はい、これはまあ、国際通りの画像を調べたら、まあ、ちょっとヤシの木っぽいのがあったんですけど。ヤシの木ないですよ。で、これはゴーヤですね、ゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプル。ゴーヤ少な。チャンプル緑でかい。ゴーヤチャンプルです。3日目、首里城公園に行きますね。おー、首里城を見学したりとかします。観光スポットのランキング見て1位に首里城があって。いいじゃないかということで、はい、行かせていただきます。4キロ満喫してるよ、うん、で、4日目ですね、ラスト、第一牧師公設市場。あ、市場、沖縄の市場。市場、沖縄のそのゴーヤとか、あと豚肉とか野菜とか、いろいろこう沖縄の名物が売ってる、だから観光した後、帰り際にここに寄ってお土産を買って、ね、で、飛行機乗って See you again って感じで。なるほど、めっちゃいいやん。沖縄やん。沖縄がいいね。いいでしょ。沖縄行ったことないの俺。あ、そこがいいやん。え、あれはあの沖縄行って外来種捕まえて食べるとかやってない？いや、それ鉄腕ダッシュの俺と流星と大橋やないか。なあ、日帰りで初めての沖縄でウキウキしていったら、ガラス捕まえるぞって言って、ガラス捕まえて美味しくいただいて日帰りで帰ってきた。おそらく今の松岡さんのモノマネでした。なるほど、はい、いいやん、沖縄。いいね、いいね、行きたくなってきた。テンション上がるよね。夏感あるよね、うん、海も入りたいし、はい、ここみんなで行こう。ありがとうございました。何話でやんな。何話で、うん、これで一人でって言われたらする。そっか、今の一人なんや。そっかってなるよな。ごめん、俺ら行くって喋ってた。一人なわけがない。俺一人でその旅行行かれへんもん。僕はそうですね、もう一番楽しかったこともそうですし、今後もしたいなって、うん、おー、いいね。が、水上バイク。うまい、うまいな。うまいな。うま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 、したいです。うまジェットスキーね。うまいね、はい、うま、引っ張るみたいなとかもあるじゃないですか、バナナボートとか、あと、そういう浮き輪とか引っ張っていろいろできるじゃないですか、うん、そう、だからこの水上バイクを7人で行きたい。新しいな、うますぎて話入ってこうへんっていう。沖縄でもできるやんな。でも山中湖でもできるやん。確かに。あ、できた。やってたな。話しながらみんなでやりたいな。じゃあ俺らやっとくから、その水上バイクは。絶対探して探して。うん。何もやったんです。抜くね。抜く。何も抜きたがる。免許取るところから始めないの。え、どれぐらい取れんやろ。3日ぐらい。でも大丈夫ですよ。大変そう。引きとかあんねやろ。ミッチ引き。あ、そう。やな。向かいとやく。だって営業持ち何問答えたんけ。35。35みたいな。全然4時。時間間に合わへんわ。ドローンね。ドローンね。楽しそう。いいね。いや、いい、これも夏やったら気持ちいいよな。これ冬やったらできひんよな。寒いし。そうそうそう。夏やからこそ。
でもこの間のさ、山中湖のやつってさ、あれ冬じゃん、冬やったよな。な、サメがさ、めっちゃ怖い。誰かが落ちた時、流星めっちゃ笑ってた。俺が落ちた時、俺が超えてる時、流星もう悪魔のように。いやいやいや、最高やった。これは、うん、本当に時間がある時じゃないとできない、うん、僕の一つの夢でもある、はいはい、こちらです。青春18切符旅。おお、こちらはですね、あの5日間分の途中下車し放題の乗車券がついてくる、JR の全線、本当に在来線とかは自由に乗りまくれるっていう、じゃあ東京から大阪まで行ける、在来線で、在来線で東海道本線通ってとか、新快速使ってとかで行ってもできるし、特にこれいいのがローカル線も乗れたりとか、素敵な旅ですね。美味しいもんを全国各地食べ回るのもいいし、5人で行ってもいいし、あとは2人で2、2で分けて1枚余らせてもいいし、1人で5枚使うとかでもいい。5人か。あと2人は、あと2人は山中湖に行ってる。じゃあ、いや、俺らやろ、俺らやろ。いやいや、わいことない。水上バイク乗りながら横でシュノーケリングで。え、何ですか、ちょっと昇格してない。何回抜くねん、みたいな。その抜きの下り、大丈夫笑ってへんから。俺だけしか好きだ。いいね。そう。ええいや、せーの、せーの、せーの。俺、ずっとおもろいねんな。まずな、草原。え、ルチにしたら分かりやすい。わかりやすい。わかりやすい。あれ、あれかわいいよね。ペンディングトレインのオープニング映像のジョークやろ。あんな顔してへんやろ。あんな顔してへんやろ。絶対にペンディングしない列車ですから。いや、普通はせえへんから。はい、流星が乗ってみたい電車とかあるの？え、僕は、信濃鉄道。信濃鉄道。信濃鉄道。ちょっと可愛らしい鉄道なんですけど、紅葉とかの景色も綺麗だったりするし、夏とかはなんかお花であったりとか、季節によって楽しみ方があるみたいな。そうやな、景色も綺麗しな。そんな感じで。いいですね。素晴らしい。いや、海見ながらね。僕ね、ミッチーとね、似てます。おお、僕はあの沖縄行きたいなと思いまして。おお、いいね、いいね。僕あの小学校の頃よく沖縄行ってたんですよ。その時に経験したことで、みんなともそれを見に行きたいなと思って書きました。はい、まず一つ目、こう海に飛び込みます。はいはいはい、飛び込む、はい、潜ります。潜った、潜った、潜った。ちゃんとシュノーケリングじゃなく、お、ついてます。あ、サスボンブ釣れてない。よかった。イソギンチャク見つけました。イソギンチャク見つけ、おアップしました。ここになんかいるぞ。うん、クマノミです。ああ、かわいい。クマノミ。すげえ。うまいな。うまいな。ちょっとジョークに似てない？いや、確かに。ディズニーランド行ったらこんな俺に似てる魚おる。おる。こやつ。なんかみんなでこう潜って隠れクマノミみたいな。ああ、なるほどね。水族館とかではよく見たことあるけど、シュノーケリングで見たことないよね。そうそう、だからみんなで行きたいなと思って。うわー、見たいな。映像とかしか見たことないもん。そう、だから5人で熊野に行って、2人は GoPro 見に行くっていう旅に行くかなって。なんでも、これは決まりない。決まりなの。これで抜くで、俺で抜いて。何回言うねん。抜くの後半やな。風呂やん。さっきからお風呂の線抜くぐらいの気持ちで。線あると思ってんの、ディズニー。何が全部足せそうよな。足します。全部足したらゴープロ探し。いやいや、まあまあゴープロ探しもそうやけど、山中湖っていいとこやん。うん、だからそこでバーベキューもできるし、そこまで電車で行ったらいいしね。そうそう、電車で行ったら生配信、24時間生配信ほら、で山中湖行って、岡崎行って、で天神祭り見て、これで移動します。お前、そしよう、水上バイクで、これで行けばいい。やばいやん。縦一列。大変やったんや、そこ。大変よ、大変よ、これ大変よ、大変よ。最後な、沖縄行ったよな。お前、最後沖縄行って、これで、ね、そのバイクで、そうそうそう、いやいやいや、うわ、痛い痛い痛い、大丈夫。見ている方も、夏を感じていただけたのではないでしょうか。いいね。ということで、以上、なにわ男子でした。よろしく。グッドボタンもよろしく。山中湖の GoPro もよろしく。あのなにファムの皆さんもこの夏どれか一つやってみてはいかがでしょうか。はい、お願いします。